タラスシェフチェンコ作、カテルイーナ。カテルイーナ物語史をモチーフにした作品。ウクライナの娘カテルイーナは、ロシア人の将校に遊ばれ、捨てられた。19世紀のウクライナ・ロシア関係の象徴。モスカーリ人、モスカーリ人、ウクライナ語、ベラルーシ語、ポーランド語、モスケル役、モスクワ人は、中世後期以来、ウクライナ人、ベラルーシ人。 リトアニア人、ポーランド人の間で用いられる、ロシア人の外名である。ロシア人の別称、または皮肉っぽい故障。文脈によって、ロシア軍の兵士を意味することもある。モスカーリ人という用語は、ロシア人の初国家である、モスクワ大公国に由来する、ルーシとルーシ人と無関係な人たちであることを意味する。本来は、中立的な概念であったが、18世紀末に、 ウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、ポーランドなどが、ロシア帝国の支配下に置かれると、ロシア軍の将兵を指すようになり、否定的な意味を持つようになった。現在、ウクライナをはじめ、東欧諸国において、ロシア人の別称、あるいは皮肉っぽい故障として用いられる。ロシア極東においても、西部のロシア人、特に、モスクワの住民に対して使用されることもある。また、 ウクライナ語でのモスカーリという単語は、とても辛いニンニク、星ムシ、ゴキブリ、そして冷たい北の風を指すことがある。おせれいで強持つウクライナコサックをモチーフにした、ウクライナの T シャツ。神様、ありがとう。モスカーリ人に生まれなくてよかったと書いてある。ウクライナ語では、モスカーリ人について、たくさんのことわざが存在する。モスカーリ人という用語に由来する。 ウクライナ人の名字が存在する。例えば、などである。ありがとうございます。